お疲れ様です。今日でおよそ10日間ここまでキャンプ過ごして、はい、コンサドーレの雰囲気、印象いかがですか？そうですね、雰囲気がすごく、よくやれてますし、みんなやっぱり要求し合ったりとか、すごくレベルの高い練習ができてて、自分自身もすごく楽しくやれてます。今ご自身のコンディションっていうのはどんな感じですか？そうですね、最初久しぶりにボール回したりとかそういうのに関わるっていうことをやってたんでちょっと体きつかったんですけど、もう慣れてきましたし、いい練習できてるんで、だんだん上がってきてます。コンサドーレのサッカーというと、ゴールキーパーの、はい、攻めというのはビルドアップの方に非常に大きな役割を持つのかなと思います。その辺にのご自身の自信というか。そうですね、どんどん関わっていきたいと思いますし、近くだけじゃなくてもっとキーパーから直接一気にチャンスになるようなプレーっていうのをできるようにもっと視野も広げていけたらいいかなと思います。ちょっと気が早いかもしれないんですが、はい、今シーズンどんなようなシーズンにしたいか、目標などあれば教えてください。もう本当に目標である ACL っていうところにチームが行けるように自分が本当に力になれるように頑張りたいと思います。はじめまして、アルビレックス新潟から来ました大谷幸喜です。
初めて北海道っていう地に来て、まあ、雪はあの新潟である程度慣れてるとは思うんですけど、本当初めての土地なので、あの早く、そういう、なんだろうな、北海道のいいところとか行ってみたいところっていうに行って、あのサッカーはもちろんですけど、サッカー以外のところでリラックスできるように、あの家族と、楽しく過ごせるように頑張ります。サッカーはもちろん頑張ります。よろしくお願いします。